はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。いきいきプラザに来てます。で、いきいきプラザはね、しだれ桜がね結構たくさん植わってます。で、開花の進んでるものとね、そうでないものいろいろあるんですが、ちょっとね、ぐるっと一周してこようかなと思ってます。で、正面あたりはね、これで五分咲きぐらいでしょうかね。まあ、この辺の木がね、一番進んでるかな。五分咲きぐらいでしょうかね、ざっとね。はい、よっしょ。じゃあここを左に曲がって、歩く方向とね、桜と両方見なくてはいけないんでね。で、この辺にこけちゃうとね、大変なんでね。まあ、近くにね、消防署があるんですけど、ここへ来てこけて骨折してね、消防の世話になるのもね、バカ野郎になっちゃうんでね。あ、これ下降りられるかなと思ったら降りられないんだな。ちょっと段差があるんだな。右側ね、道路走ってるんで、道路側へ降りちゃおうかなと思ってたんですけどね。ちょっと段差ありますね。ここは降りるのをよしましょう。ここら辺でね、降りて こけてたんじゃしょうがないからな。今9時、ちょっと回ったくらいなんですけど、8時58分になんか沖縄地方で地震があったらしいですね。で、海底地震らしくて、津波警報が出てます。なんかラジオで叫んでましたね。 NHK のラジオで、津波が来るぞ、逃げろってやってましたね。栃木県はね、海なし県なんで、まあとりあえず地震来たら、建物の下敷きにならないようにね、しなくてはいけないんでね。で、あの石川県の、なんだ、地震でね、結構家に中に入ってて潰されたって人多いよね。で、確かにさ、まあ地震が来ると高いところからね、物が落ちてくるんで、まあテーブルとかこたつとか何でもいいんで頭を守れって言うんですが、まあ小さい物ならねいいんですけど、屋根がそっくり落っこちてくるとね、テーブルでは守ってくれないんで、まあ自分考えたんですけど、やはり、まあ栃木なんか田舎なんで、まあ私の住んでるところ田舎なんで、まあ自分の命を守るんだったら表へ出るのが一番ベストなんだろうなっていうふうに思ってるんだよね。まあ津波はね心配しなくてもいいんでね、まあとりあえず建物の下敷きにならないようにするが一番ベストなのかなとね思ってますけどね。今ちょっとだんだん手が疲れてくるんだよね。ハンディ、GoPro とかね、携帯ではなくてね、ソニーのハンディカム、ビデオカメラなんでね、結構疲れます。おっと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 、今ね階段登ってるんですけどね、あぶねえ危ねえ。こういう撮りながら歩くってのは結構難しいよね。はい、これが、先ほど来た桜を反対側から見てます。このね、道路に面してる桜は結構ね、咲いてるんですが、ちょっとね奥へ入って、いきいきプラザの奥中の小屋橋入っていくと、かなり開花はね遅れてますね。はい、こちらが、いきいきプラザに入る、道路の両脇なんですけどね。面してる方の道路はね結構咲いてるんですが、いきいきプラザの中はね、まだ一部咲き
やっと咲き始まったっていうレベルだよね。はい。なんかここは一本枯れちゃってますね、この正面ね。これ枯れてるみたいです。芽が出てないし、枝が折れて落ちてます。これ危ないよね。なんとかしないと。はい、この辺はもうほぼ一分咲きぐらいだよね。で、先ほどのね地震の話になるんですが、やはりまあうちなんかはね、もうとりあえず地震来たらばあさん表へ出そうと、うん、でうち瓦屋根なんで間違いなく地震来れば潰れますから、屋根重いんでね、潰れるんで、まずはばあさんを表に出すと。まあね、生き延びないとね、その後のこと考えてもしょうがないんで、最初の一発で屋根崩れて下敷きになって死んじゃったらね、シャレにならないんで、とりあえず母親を表へ避難させるっていうのが一番いいかなと思ってますけどね。はい、そういうことでね、駐車場に戻ってきました。ナンバー映り込んじゃうとまずいんでね、本当は自分の車まで歩いていきたいんですけど、車どんどん来てますんでね。はい、この辺で、終了とします。動画の方は一回止めます。